さて始まりましたパラドックスライブヘッズレイディオ。今回もお聞きいただきありがとうございます。現在はトーナメントバトルロードトゥーレジェンドラウンド1レイジでコズメズ VS ビースティ、そしてアカンヤツラ VS 極楽が激突中。これまでこのラジオを通じて各チームの魅力に迫ってきましたが、いよいよ最後のゲストとなります。早速ですがご紹介していきましょう。極楽より班長こと犬飼優斗さん、ピットブルこと土佐良賀さん、スモーキンドッグこと海田志音さん、アノニマスこと三越柴健太さんです。どうぞ。極楽の犬か、班長と申します。よー、クソ雑魚ども、アノニマスだ。耳かっぽじって俺らのありがたい言葉を聞け。どうも、スモーキンドッグだよ。ピットブルだ。本日はご出演いただきありがとうございます。現在ステージバトルの真っ最中となりますが、皆様今の心境はいかがでしょうか？そうですね、初めてのバトルなので不安でいっぱいというのが正直なとこ。寝ぼけたこと言ってんじゃねえ、俺らが勝つに決まってんだろ。向こうはガヤガヤ大騒ぎしてるだけだ。俺らのスキルについてこれるわけねえだろ。やれることをやってるつもりだ。負ける気はしねえ。俺らに手挙げてくれるのが可愛い子だったらいいな。やっぱり勝つなら美しく勝ちたいよね。新曲早速聴かせていただきました。今回のテーマはレイジということですが、この楽曲に込めた思いを聞いてもいいですか？今回の曲は戦って自由を勝ち取りたいという気持ちを込めたものになりますね。かなり攻撃的な内容になっていますが、伝えたいことは強い心で前に進むということです。ありがとうございます。今回のバトル相手はアカンヤツラですが、アカンヤツラに対しての印象を教えてください。ま、向こうも俺たちと近い匂いはしたから現場は結構燃えたかな。涼牙も結構バイブス上がってたじゃん。当たり前だ、ここで負けちゃ話にならねえ。そういえば涼牙、あの元気良さそうな子は知り合いなの？あの日なんかじゃれてたみたいだけど。ああ、昔ちょっとな。そうだ、あとあの身長高い子、なかなか美味しそうな感じだよね。ゴクラックとアカンヤツラの皆さんには因縁があるという話も耳に挟んでおりまして、そのあたりも含め一体どのような結果になるのか注目ですね。このラジオを聴いている皆様もぜひ投票にご参加ください。普通の感性してりゃ俺ら以外に投票するとこなんてねえよ。さすがのクソ雑魚でもそのぐらいはあかんだろ。クソ雑魚。ではここで今回のバトルテーマレイジにかけたトークコーナー、題してレイジクエスチョン。ぶっちゃけメンバー内で怒ると一番怖いのは誰？ぜひ教えてください。ぶっちぎりで犬飼いでしょう。完全に違う人になるし。だな。え？そうなんですか？いつもすみません。いつもはヘイコラしてやがんのによくわかんねえタイミングでブチギレるから面倒なんだよな、この役立た、うん、どうしたんですか皆さん。はいはい、そこまでね。ラジオ局壊したらケーキ伸びる。次口滑らせたらぶっ飛ばすぞ柴犬。はいはい、わかりましたよ、涼牙ちゃんよ。ありがとうございます。怒った班長さんも気になるところです。それではここで一曲聴いていただきましょう。8月31日にリリースされた極楽の楽曲、曲振りをお願いします。私の方から紹介でいいんですか？あ、はい。では、私たち極楽の曲です。ファイトフォーリバティ。バイトストーカー敗北はノーダーラウンドザショータイム。全
全てバイトルぜ、これはチャンス、てめらビビらして潰せます。言わずと知れて感覚のジャンプ、引き連れたライク自覚の価値、ルールはなし、生き抜ければウィナー、遊びじゃない、俺らしかと見な、蹴り飛ばす足でさ、世間の吐き止め、まとめて連れてく勝利の最果て。暴力大好き、全員のなキッズ、バカは俺のケツにキス、辞退したいならはいどうぞ、でもすかさず食らわすバリ走行。ベイビーはすぐに回れ右だ、出口あちら帰りない、家で言語をしとけ、ここは命かけた喋り場、言葉の重みと核の違い、また増えてく暗示と歌詞の下。 Go Black in the place to be called up、 出発の日 never lose、 中指だけを上げろ、 叫ぶ Fight for the Black to be called、 What's in the 全てを棒な、瞬間の耳波紋、中指だけを見てろ、叫ぶ Fight for the Black to be called、誰が本物か、全てバイトルで、ここじゃ勝った奴がルールだ、インディペンデンス、過去も全て今塗り替える、極楽バカゲー。ということで、早くもお別れのお時間が近づいてきました。皆さんからヘッズの皆様へ一言いただいてもよろしいでしょうか。俺たちが勝つ、新曲でバフ乗りまくってる俺らはもはやチート級だろ、クソ雑魚オーバーキルしちまって悪いな。これ聞いてる可愛い子ちゃんたち、またすぐ会おうね、俺はいつでも空いてるから。これからも頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。極楽より、班長こと犬飼優斗さん、ピットブルこと土佐良賀さん、スモーキンドッグこと海田紫音さん、アノニマスこと三越柴健太さんでした。ありがとうございました。ラウンド1、勝利を手にするのは一体どのチームなのか、目が離せない。それではヘッズの皆様、また会いましょう。 See you next time。